皆さんこんにちは。今回は、ボスの新製品刀5をざっくり紹介していきたいと思います。で、結論から言うとこれすごいありですね。で、刀シリーズっていうと音はいいけどちょっと高いよねっていうイメージ持ってる方多いと思うんですが、なぜかこれはめちゃくちゃ安いんで、とりあえず買っとけば間違いないです。で、今回はすでに発売されているフェンダームスタングマイクロとニューXマイティプラグとの性能の比較を軸に説明していきたいと思うんですが、まずニューXのマイティプラグなんですけれども、まあ、これは刀5よりも少し価格は安いんですが、本体ではプリセットの切り替えしかできなくて、音量調整すら毎回アプリを立ち上げて接続する必要があるのがちょっと面倒くさいよねっていう弱点がありました。その代わり音作りはがっつりできてベースにも対応しています。で、対して、このフェンダーのムスタングマイクロはアプリとかはなくて本体の操作のみで完結するように設計されてるんですが、12種類のプリセットを切り替えるのみで原因の変更すらできないので、音作りの幅っていうのはすごい狭い、そしてベース非対応という弱点がありました。で、今回発売されたこのボスの刀5なんですが、まずすでに最初から30種類のプリセット内蔵されていて本体で切り替え可能、音量調整もできる、でリバーブの切り替えとかもできて本体の操作のみで楽しむことができるんですが、専用のアプリを接続すれば60種類のエフェクトとか10種類以上のアンプを自在に組み合わせてがっつり音作りすることもできるので、今までのフェンダームスタングマイクロとニューXマイティプラグの弱点を完全に克服したモデルとなってます。で、さらに画面がついていてチューナーモードもついているので、ディスプレイで今何のモードを選んでるか分かるし、チューニングも本体のみでできるっていうのはこの刀5が唯一となります。で、ちらっとお話ししたこのステージフィールっていうエフェクト、まあ、リバーブの切り替えなんですが、これが結構楽しいので実際音聞いてみてもらいたいと思います。という具合でステージフィール楽しいんですが、これもアプリにつなげば細かく設定を変えることができるのでおすすめです。という具合に刀5すごくチューナーついてたり、今何の音使ってるかディスプレイで確認できたりと、今までになかった機能満載なので、すでにヘッドホンアンプ持ってるよっていう方も追加で買った方がいいんじゃないかなと思ってます。それでは早速サウンドチェックいってみたいと思うんですが、今回は前回フェンダーとニューXを弾いた時と同じヤマハのパシフィカ012を使って、この刀5の最初から入ってる内蔵のプリセットの音をそのまま使って演奏します。いかがでしたでしょうか。まとめるとボスの刀5、ヘッドホンアンプの中では最強です。以上、ご視聴ありがとうございました。